私の研究室は高分子化学を用いて生体材料バイオマテリアルの研究をしています。これは細胞を温度下げながら顕微鏡を取ってるんですけど、一瞬そのバッと氷が結晶ができまして、で細胞の中がバババッと黒くなりました。これは実は細胞が死んだっていう感じですね。まあ、細胞を凍結するっていうのはもうセルバンクとかで普通にされている古くある技術なんですけども、有機溶媒、少し毒性のあるものを用いるという問題がありました。で私たちの研究室は毒性の低くて、そして高分子で細胞凍結から保護するっていう材料を高分子を開発したんですね。これは世界で先駆けて開発しました。これは結構今まで研究してきてまして、将来的には我々の高分子とかを用いて再生量の細胞ですとか再生した組織とかもしくは臓器とかそういったものを凍結したいと思っているんですね。で、現状では我々の研究室でもともと開発したこの高分子を使ったものは試薬としてもう販売していただいて一応使っていただいてます。また次の段階としては例えば家畜とかの受精卵とかそういったものの保存剤としての今開発を進めているところです。再生医療ですとか、そういった医学の人の体を治すとか治療するといった目的に使う高分子を開発しているということです。例えばこちらですと、これはセルロースなんですけど、もともとセルロースは生体由来の、自然由来のものですけど体の中では分解しないということで生体に埋めるような材料には使いにくいんですけど、我々のところではそういったものを体の中で分解するように化学的な反応を加えて体内で分解して吸収するような材料とすることで、ここに細胞を培養したりとかですね、機能を付与したりとか薬物を閉じ込めたりして体の中で溶けながら機能するような足場材料という意味でそういう開発をしております。他にもあるんですけど、例えばこれは生体と調和する高分子材料っていうのを研究してまして、こちらは溶けないんですけど、結構硬くてですね、透明な均一な高分子ゲルですね。もともとはですねポリビニルアルコールっていうゲルなんですけども、これはこういう不透明で割と柔らかいゼリー状のゲルなんですけど、我々のところではこの高分子の構造を制御しまして、均一な構造にすることで光が通るような透明な、そして均一なので硬くてしなやかで強いゲルしております。これまで研究されてきた人工軟骨っていうのはなかなか強度を高くするとか、摩擦摩耗に対応適応するとか結構いろんな課題があって、それに我々はその挑んで強くするとか硬くするとかような材料設計というのをしております。 For example, I prepare polymers for the protein aggregation inhibition with an aim to possibly cure neurodegenerative diseases and to eliminate the problems in the field of protein biotherapeutics. Additionally, I am also developing polymers for various applications such as cryopreservation, antimicrobial therapy, as well as drug delivery. For the synthesis, I use various polymerization techniques such as raft polymerization and organic synthesis. Now, talking about the lab, our lab has a good mixture of Japanese as well as international students. We have researchers from many different countries. So I would like to use this opportunity to invite all the researchers and students from other countries to come and join in this lab and be part of an international team. 自分の好きなことを研究したいと思って来てくれてるわけなので、自分で何をしたらいいのかとかですね、よく考えて調べてアイデアを出して、主体的に研究してくれると嬉しいと思ってます。学生さんにとって結構刺激的になると思いますね。ゼミも質問は英語で来たりとかしますから、それに対して何とか英語で答えるとかですね、あとプレゼンテーションもできるだけ外国人にも分かりやすいようにとかですね、あと文化、普段の生活も外国人といろいろコミュニケーションとるっていう意味では刺激的じゃないかと思ってます。